今回はリクエストにお答えします。リクエストの内容はモラハラで浮気夫と縁を切って私に有利な条件ですんなりすっきり離れますように、そして最初から出会わなかったことにしたいです。タイムリープ、時間跳躍のことです。タイムリープするエネルギーを希望しますということです。それでこのエネルギーを送る前に、例によってこのチャンネルでは皆さんの人生を明るく楽しくする動画を送りますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではエネルギーを送りますが、これはモラハラ浮気夫だけではなく、逆にモラハラ浮気妻にももちろん有効です。まず最初に送るのはこの問題を解決するエネルギー、これには過去を変えていくエネルギーも含まれています。送ります。終わりました。次はもう問題を起こさないエネルギー、これを送ります。
終わりました。次はずっと幸せでいられるエネルギー、これを送ります。終わりました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。